ヨハネによる福音。その時イエスはユダヤ人たちにお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく。子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されたからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになる。すなわち、父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。また、父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように、子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は、子をお使わしになった父をも敬わない。はっきり言っておく。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また裁かれることなく、死から命へと移っている。はっきり言っておく。死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。父はご自身のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに、命を持つようにしてくださったからである。また、裁きを行う権能を子にお与えになった。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると、墓の中にいる者は皆、人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。私は自分では何もできない。ただ、父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意思ではなく、私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。